こんにちは。76年前の今日戦争が終わりました、まあ、いわゆる玉印放送ってやつです正確にはポツダム宣言までは戦時下であるとは言うことらしいんですけども現実的には本日をもって、えー、全て武装解除してですね、えー、戦闘が終わったとされています、まあ、あの局地的にはまだいざこざとあったりとかあの8月15日についても独断で特攻隊が出たりとかあとは北方領土の問題があったりとかっていうね そんなことがありましたけどもとりあえず76年前の今日玉陰放送があり戦争は終わったとその時手塚治虫さんはび飛び上がって喜んだらしいですねやったー戦争が終わったー僕は生きてるんだーっていうふうに、ね、もしかしたら戦時下に死ねなかったことを悔やむ人もいたかもしれませんでももうね憲兵もないし招集令状もないし空襲警報もないし防空壕に入ることはない とりあえず戦争を生き延びて多くの人が喜びまた悲しんだんではないかなと思いますね。それで,ですね。第二次世界大戦、いわゆる大東亜戦争の戦時下ですけども、これ私たちの国民に自由はあったんでしょうか商売をする自由はあったんでしょうかね。人の命令を聞くしかなかった、そんな時代だったのかもしれませんし、徴兵拒否っていうのは親族に至るまで、 村八分されて被告民扱い、人権が失われるようなことがあったと思います。ね、そう考えると、私は思うんですけども、申し訳ないけども、戦争が終わった世の中に生まれてきて良かったなと、それだけでかなり有利だったと思います。よくね、生まれた時代が悪かったっていう風うに言う方がいますけども、この20年30年で生まれた方は、生まれた時代が悪かったって、どこの時代と比べて悪かったんですかね。 戦時下ですかね江戸時代でしょうか石器時代でしょうかそれとも未来なんでしょうか、うん、どちらにしても、生み落とされたその時代で、最善を尽くすしかないと。この体で、この社会で、最善を尽くすしかないですよね。で私は、現代でも、50年前も、76年前も、300年前も、生きてれば何かしかの不満はあるでしょう。でも、できることもあると思うんですよ。 で、そう考えると、江戸時代でもなく、平安時代でもなく、大東亜戦争の最中でもなく、戦後の復興期でもなくて、インターネットがあって、コンビニが近くにあって、そして義務教育というね、生まれながらにして希望しなくても、読み書き、話、そういったものは一通り身につけさせてくれる。そんな時代に生まれて、私は、うーん、 人類の歴史というかね、日本の歴史2000年をとってしても、一番いい時代に生まれたような気がするんですけどね。これ以上いい時代ってのは、過去になかったんじゃないかなと思います。まあですんで、今、この世の中、平和、テクノロジー、人と人との関係、それをフルに使って、今に至る。ただそれだけなんですよね。今、情報は無料でたくさん落ちてます。その無料の情報にアクセスすることもできるんですよ。 これを使わずしてどうするってことなんですよね。もはや知ってる、分かっているだけではなくて、使っている、やっているっていうレベルに行かなければ、せっかくこの時代に生まれても、すべてがもったいないことになっちゃうのかなと思います。さあ、そしてですね、今晩、21時から、速下塾の新企画、クラウドファウンディングが開始されます。まあ別名、令和マネーの虎です。速下塾マネーの虎にしましょうかね。速下塾マネーの虎。そこには、 事業をしたい方が私と対談をしながら、どのぐらいの資金が必要なのか、それは何に使うのか、どのぐらいで利益を出すのか、そして出資者にどういうふうな恩恵をもたらすのか、社会にどのように役に立っていくのか、こういったことをプレゼンしながらお金を集めていこうと思います。第1弾は西成孝二さんです。今日56歳の方だったと思います。で、この方にはすでに出資金がもう集まってきてます。きっと成功するでしょうね。いってらっしゃい。